ちーちゃんちょっとどいて。ちーちゃんちょっと、ちーちゃんちょっとどいて。ネットでポチりたいです。実は昨日旅の動画を上げて、で私初めてなんですけど2日連続で動画アップ、時間ない中やるのでテロップも入れないし、本当になんか雑な編集になると思います。この間ライブ配信でみんなで相談しながらポチったやつが届いてるので、これ早めに報告しなきゃと思って、そんなに急いでねやらなくてもいいような気もするんですけど、実はこれユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの新色全部買ったんで、これ紹介したいんですよ本当は。ただこれ紹介するときにここでポチったやつもコーディネートに入れたいと思ったから、ちょっと順番としては先こっちかなと思って、エッセンスで、ポチりましたね。ライブ配信で皆さんに相談しながら、送料かからないためにまあ調整で買ったやつから開けると、ダブレットのソックスとランダムアイデンティティのソックス、ダブレットのソックスは2足のソックスをドッキングさせて、でここをちょぎってハイソックスにしたやつですね。もう1個ランダムアイデンティティが編み編みのソックス、多分これとこれを重ねて履けっていうことだと思うんです。で、あ、これだ、危ない、捨てるとこだった。これを買うためにまあこっちで送料かからないようにやったわけですけど、じゃじゃーん、はい、マルジェラのリング。マルジェラのアクセサリーってセールになったらすぐ売り切れちゃうとか、セール前に売り切れちゃうことが多いから、なんか半額近くこれはなったんでポチりました。ちょっと心配なのがサイズ、黒の真鍮のやつをポチった時はまあなんとかね、中指とか人差し指で M サイズちょうど良かったんですけど、だから今回も M サイズにしてみました。だーだーだー、チャラーン。お、中指がね若干余裕があるっちゃ余裕があるんだけど、で人差し指、人差し指だとジャストですね。薬指、小指には大きいと思いますけど、今指がむくんでる状態なのかむくんでない状態なのかわかんないけど、まあ、若干余裕があるくらいで、多分 S だったら人差し指とか入らなかったかもしれないんで、まあこれで使っていこうと思います。ライブ配信の時にポチったのはまあここまでなんですけど、その時にもう一押し安くなったらエッセンスでポチろうって言ってた時があって、何かっていうと財布なんですけど、マルジェラの、あれ土曜日でしょ、翌々日の月曜の朝友達から LINE 来て、何かと思ったら例の財布高くなってますって報告受けて、びっくらこいて、割引率は変わらなかったんだけど、なんか元の値段が2万円ぐらい高くなってやがって、で結果的に1万2万高くなってたんですね。がっかりして、ああと思った、あの時配信の時に買っときゃよかったわと思ったんだけど、まあちょっと縁がなかったのかなと思って、まあまあまあつうことで諦めて、でその日の月曜日の夕方、まあ改めて見てみたら、なんと驚いたことに、元々の値段は変わらないんだよ、元々の値段は変わらないんだけども、割引率がドドッと下がってて、で結果、土曜日のライブ配信の時よりも、まあ、何千円か安くなってました。なのですかさずポチったのがマルジェラの財布です。どう、これこれ舐めたらね、これ舐めたらで、これ舐めたらだいぶ問題ありますよ。白はね本当にすぐ汚れるっていうから、どうかなとは思ったんですけど、なんか新しい自分になりたいっていう気持ちが強くて、そういう人は白い財布いいですよってまあ友達言ってたんで白にしました。最近はねそのキャッシュレスとかでみんな小さい財布使ってるんですが、私はちょっと仕事柄領収書とかすごい溜まる、まあ昔の人間なんで、ポイントカードをすごい持ち歩いてるっていうことがあり、長財布、これ今使ってる財布なんですけど、ステラ・マッカートニーの財布、ナオミちゃん、私の死んだ奥さんナオミちゃんが使ってたやつで、それをお借りして使ってます。でナオミちゃんいなくなってもう2年半くらいだから、まあそのぐらいずっと使ってるやつ、結構入る財布なんだけど、もうパンパンになっちゃってて、あとちょっと問題が、ここギリギリまでお札があって、ジッパーでこうギーってやるとお札の端っこの方をこの中ここに噛んじゃうんですよね。お札この辺がちょっともうビリビリギザギザになる事件が時々あるので、多分これ一般的なサイズだとは思うんですよ。でこのマルジェラのやつが若干ここの高さが高いということは、ちょっと入れてみます。
ここね、余裕あるんだ、余裕があるんです、ここに。なので全然お札が破ける気配ないですね。買った意味あり。このパンパンになってる財布を全部移植してみます、どうなるか。なるほど、はい、ご覧いただいて分かるように結構大変なことになってますね。決めました。ポイントカードを整理します。当たり前だ、最初からそうしろって言われそうですけど、普段使わないクレジットカードはこの中に入れないようにします。で、ここで終わりのはずだったんですけど、この後にもう一個ポチりまして、あのヌビアン、海外通販じゃなくって日本国内のお店で有名なセレクトショップでしょ。私あんま知らないんで、あのそんなの知ってるよって言われたらあれなんですけど、かなり早めからセール始まってて、なんだ今週か、この間メール来てモアセールっていうのを始めますっていう、夜の8時から始めますって、7時ぐらいにメールが来て、もしかしてこれも安くなるのかなと思ったら、 50% オフだったやつが 60% オフになったんです。急に。それが一体何なのかっていうと、グレッグ・ローレン、あの有名なラルフ・ローレンあるでしょ、あのラルフ・ローレンをやったラルフ・ローレンさんの甥っ子さんだそうです、グレッグ・ローレンで。俳優とか画家、ペインターもやってるんですって。そういう芸術家の方が、そのラルフ・ローレンっていうその割とコンサバなものとは真逆のアルチザン系っていうんですかね、すごい手作りなお洋服を作られてます。リネンのすごい肌触りがいい。手作りなだけあって高いんですよ、一点一点が。日本の定価が12万と消費税だったかな、それが6万の消費税になったのね、 50% オフで。でさらに、それが 60% オフになったんで、消費税入れて5万円ちょっとで買えました。もしかしたら今まだ在庫あるかも。ちょっと着てみよう。はい、どうでしょう。どう、このね袖とかが、まあ、こんな感じになってる、なんかアルジザンっぽいっていうのかな。リネンなのでさらっとしててすごくいい。ということで、ここ数日でポチったものを一気にお見せしました。毎回編集とかにちょっと力入れてると本当に週に1本ぐらいしか上げられないんで、ちょっと本数増やしていくためにこういうのも時々やらせてください。すいません、よろしくお願いします。